ご覧の皆さん、お久しぶりです。聖コレ18出身の木村葉月です。よろしくお願いします。はい、ということで聖コレ18の時は18歳だった私が、今は5年経って23歳になってニャンジャンに帰ってきました。今日の撮影はたくさん可愛い衣装を着させていただいたんですけど、10代の時では出せなかったような大人っぽい雰囲気の衣装をたくさん着させていただいたので、ぜひ本誌でチェックしてみてください。またね。最初緊張してたんですよ、実は。すごい最初緊張してたんですけど、あっという間でした。これがラストとは思えないぐらい楽しかった。